Music works its magic on your hair and heart. オッチオットミュージックシャンプー。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしているオッチオットミュージックシャンプー。今日お迎えするのは三代目 JSOUL BROTHERS のオミさんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。さあ、オミさん、お仕事がない日曜日のお昼で、はい、普段どんなことされてるんですか？いや、でも本当に普通に家事掃除して、洗濯して、みたいなことやもう普通に意外とみんなと同じことしてるんですね、はい、オミさん。独身男性一人暮らしなので、普通に洗濯してっていう感じですね。追われてますね、家事に。家事に追われてる、はい、あ、なんか親近感、はい、お家がすごくこうちょっと、ホテルみたいな。あ、そう、綺麗なんですよね。物が少ないっていうだけで、はい。でもすごいそれ憧れます。どんどん物増えちゃうから、ですよね。生活していくと、だからなるべく増えてってもあまり表に置かないようにはしてます、こうなるべく棚にしまうようにして収納をちゃんとして、はい、だから開けたらガタガタガタみたいなのはあるかもしれないんですけど、なるべく表にはこうあの物は出さないようにっていうのは見えるところは綺麗に、はい、ってのだけやってますね。それでも気分変わりますもんね。そうですね、はい、なるほど。でそんな風に家事をされる時って普段はどんな音楽を流して聴いてらっしゃるんですか？はい、僕なんかこの誰々のアーティストのこの曲ってのはないんですけど、はい、プレイリストでよく流してるのはジャズとかを流してますね。おー、なんかプレイリストにこうジャズのこうランダムでかけてくれるプレイリストを選んで、あのかけたりはしてますね。おしゃれ。そうするとじゃあお仕事お掃除はかどったりとか。なんかあまりこう僕普段いろんな音楽聞くんですけど、はい、ちょっとこう日曜のお昼とかに家事をしながら聞くときにめちゃくちゃヒップホップ聞くかっていうと、それこうダンスミュージックをどん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 みたいな曲をかけながらやるかって割とそうじゃなくて、ちょっとモード変わっちゃいますよね。そうですね。ゆっくりとこうどっちかっていうと中でこう移動したり物を動かしたりとか掃除したりとか、ゆっくりするときは割とジャズぐらいスローなテンポ。あまりこういい意味で音楽に意識が行き過ぎない BGM として聴けるものっていうのを選んで聴いたりしてますね。なるほど、はい、さあそんなオミさんにですね、今日はプレイリストのテーマを選んで来ていただいたんですよね、はい、ではオミさん発表お願いします。はい、チルです。はい、選んで来ていただいたプレイリストのテーマチル、はい、ということで、これくつろぐとか、リラックスするっていう意味で使われる言葉ですよね、そうですね。これテーマに選んでいただいた理由は何でしょう？そうですね、普段なかなかこう自分がアーティスト活動してる時とかも割と結構音楽的なジャンルもすごくダンスミュージックが多かったりとか、自分が普段こう表現してる音楽とまたちょっと別角度の音楽ってものを、はい、選んでみましたっていう感じでしたね。お、ありがとうございます、はい、では早速ミュージックセレクトをお願いします。はい、まず1曲目は、はい、エビスビーツさんのいい時間。なんかもうほんとそれこそ、まあ、先ほどこう日曜のお昼とかにこう家事とかするときにどういう曲聴くかっていうと、まあジャズとか聴いたりもするんですけど、はい、この曲も普通にそういったときに聴きたくなるというか、なんかこうリラックスしてるときに、その歌詞の言葉であったりとか、あんまりこう、なんでしょうね、気負いせず、本当にリラックスした状態で聴ける音楽というか、あまり自分がこう、意味でオンの、頭の中とか体がこうオンの状態で聴くっていうよりかは、完全にこうオフに切ってるときに、スッと入ってくる歌詞とかメロディーとか曲の世界観、もちろん歌声の素晴らしさもそうなんですけど、がこうスッと入ってくるっていうので、こうチル、自分がチルっていうこの意味でオフのこうスイッチの時に聴きたくなる音楽っていうところでしたね。なるほど、はい、では早速曲聴いていきましょうか。曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。エビスビーツさんでいい時間。いやー、いい時間、うん、もうこのタイトルも私も歌詞も大好きですし、うん、じわーっと聴いてるとこう染み込んでくる感じありますよね、うん、まさにオミさんおっしゃっていただいた、うん、オフの時間にこう寄り添ってくれるような、うん、なんかこう心をクールダウンしてくれるような、うん、なんかそんな感じの曲私も大好きです、はい、お送りしたのはエビスビーツいい時間。長野美里がお送りしていますオッチーオットミュージックシャンプー。リニューアル1回目にお迎えしているゲストは3代目 JSOUL BROTHERS のオミさんです。オミさんが選んだプレイリストのテーマは
チルです。はい、2曲目は何でしょう。はい、2曲目は山下達郎さんの僧帽です。達郎さんのまあ大のファンであるというところもあるんですけど、はい、なんかよく友達とこう自分の自宅でなんか休みの日になんかこう友達集まって一緒にこうお酒飲んだりとかご飯食べたりとかっていう時間よく過ごすんですけど、はい、なんかその時にやっぱ基本的に音楽って流したりはしてて、はい、その時の大体締めというか、はい、その一日の楽しかった終わりにいつもこの曲をなんとなくいつもかけるっていうのがいいですね。なんかこう定番になってて、ちょっとどこかこうリラックスもできるし浮遊感のある曲で達郎さんの歌声でっていうところなんですけど、はい、どこかちょっと寂しさがあるっていう、うん、なんかその切ないところもエモくなるというか、はいはい、なんかそこが好きでこの曲はいつも昔から聴いてるっていう感じでした。なるほど、はい、最後どうしてもこうなんとなくみんな気づいたら口ずさんでるみたいな感じですよね。改めて曲紹介お願いいたします。はい、はい、それでは聴いてください。山下達郎さんで僧帽。ちょっと寂しさもあり、でもみんなで今日も一日いい日を過ごせたなっていう、そんな気持ちがしみじみとこう、うん、じわっとくるような曲ですよね。はい、そうですね。山下達郎さん僧帽を聴いていただきました。さあでは早速3曲目、尾身さんプレイリストはどんな曲を選んでいただきましたか。はい、藤井風さんの満ちていく。この曲本当割と最近リリースされた曲だと思うんですけど、なんか聴いたタイミングは本当はリリースされてすぐの頃に YouTube でミュージックビデオが上がっていて、すぐ僕何気なくこうクリックして、あの曲を先に聴いたじゃなくて、はい、映像と同時にこの曲を知ったんですけど、その曲のもちろんいろんなタイアップもあってのできた曲だと思うんですけど、うん、でもなんか本当に人生のこの流れを表現する映像と歌詞と曲と、うん、で藤井風さんならではのこう歌い方であったりとか、はい、っていうのがすごくマッチしていて、シンプルに見た時にめちゃくちゃいい曲だなこれと思って、思わず聴いてすぐ X でつぶやいたんですよ。いい曲だわって、おー、はいはい、ぐらいなんかすごくその表現の仕方っていうのが、それこそ自分がオンの時にこの曲を聴いて、例えばやる気になるスイッチになるかっていうとまたちょっと違うスイッチだと思うんですけど、はい、何かこう自分の中でゆっくりとした時間が流れていく中にこの曲をスッと聴くと、うん、自分の人生を振り返るきっかけの曲でもあるような気がするし、この先のまだ長い人生を考える時間にもなるっていう、なんかこう時間の流れ方がすごくゆったりと感じれるところがあって、うん、それがすごく好きでした。じゃあもう一発目で尾身さんのこう心の中に深くまでグッと刺さったような、そんな一曲なんですね。はい、では早速聴いていきたいと思います。曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。藤井風さんで満ちていく。本当に3曲とも尾身さん、うん、なんかこう心にじんわりとくるような、そうですね、なんか改めてこの3曲いつも聴く順番とか、なんか聴き方ってそれぞれ違ったりするんですけど、はい、今この3曲をこうプレイリストでこう聴くと、うん、今おっしゃっていただいたようにこうなんかじんわりくるなみたいな、それを狙ったわけじゃないんですけど、改めてこの3曲をこう続けて聴いていくと、なんかすごくじんわりするなっていう、そうですよね、優しい感じがしてリラックスできるなと思います。いや本当に日曜日のお昼にこう聞いてると心がホロ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 っと解きほぐされていくような、うん、そんな感覚を私も覚えました。そうですね。尾身さんにセレクトしていただいた楽曲は Spotify の番組プレイリストにもアップされます。オチオットミュージックシャンプーと検索するか、番組ホームページからジャンプして聞いてくださいね。さあそして3代目 JSOUL BROTHERS はニューアルバム Land of Promise 発売中ですね。はい、ありがとうございます。尾身さん一体どんなアルバムになってるでしょうか、改めて。はい、昨年僕らグループとしてアリーナツアー、そしてドームツアーとすごく1年を通してたくさんライブを行ったんですけど、はい、まあ、その時にそのライブに向けて用意した楽曲たちが、このアルバムに入っていまして、うん、ある意味昨年のすごく大きく活動した中の集大成のアルバムというか、はい、っていう形にはなってますね。うん、そのドームツアーの際のライブ映像も収められているんですよね。はい、そうですね、アルバムに同パッケージでライブ映像も入ってたりするので、はい、まあ、それがすごくアルバムなんですけど、その映像がこの曲と連動してメインになっているのかなと思うので、はい、映像がすごく楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思ってます。うん、その盛り上がりと興奮
ういつでもこうお家でまた味わえるっていうのはいいですよね、はい、贅沢な作品になってます。さあ最後に番組を聞いていただいているリスナーの皆さんにメッセージお願いできますか。はい、あのプレイリストをぜひあのセレクトしたのを聞いていい日曜日の過ごし方をしていただけたらなと思っております。ありがとうございます。ではニューアルバムランドオブプロミスからの最新曲聴かせていただきたいんですが、曲紹介お願いできますか。はい、それでは聴いてください。3代目 JSOUL BROTHERS で Awakening Light。本日のゲストは3代目 JSOUL BROTHERS 尾身さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 The music works its magic on your hair and heart。 オッジオットミュージックジャンプ。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしているオッジオットミュージックシャンプー。今日お迎えするのは3代目 JSOUL BROTHERS の尾身さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ先週に続いてということなんですけれども、はい、早速伺っていきたいと思います。尾身さんにとって人生で忘れられない音楽体験ってどんなことでしょう。うん、そうですね、もう何年か前になるんですけど、まあ、ヨーロッパのベルギーで行われているトゥモローランドっていう、まあ本当に世界でも有数の最大音楽フェスに行かせていただいたことがあるんですけど、まあ、そこの経験はすごくカルチャー的にも、刺激的でしたし、はい、本当に忘れられない音楽体験といいますか、もうあそこにいる何万人っていう人がその日その会場に来てるんですけど、もうその人たちが一つのその音楽に本当に酔いしれて、それぞれの過ごし方でそこに存在してる。しかもそこが本当に多国籍というか、はい、ヨーロッパの人だけじゃなくていろんな国からね、アジアの方もそうですし、アメリカからもそうですし、とか、はい、っていうところから集まっていろんな人たちが一つの音楽で一つの空間で時間を過ごしてるっていうのがすごくカルチャー的にもなんか目にこう肌に触れていい経験だったなというふうに思いました。もう写真とかでしか私は見たことがないんですけど、もうその空間が全て、そうですね、うん、音楽もそうですし、うん、集まってるみんなのエネルギーと空間とも見せ方と、そうですね、全てパッケージで、うん、もうなんて言うんでしょう、このキラキラした空間、うん、すごかったです。もうセットもそうですし、ステージのセットもなんか、基本 DJ しかいないんですけど、はい、DJ 音楽を流すっていう空間なんですけど、はい、なんか本当にお城建ててんのかなぐらいすごいセットと照明の数と、はい、でもそれが全てこう音楽とそのセットと光が全部連動してるので、なんか音楽だけじゃなくて視覚的な部分でも、うん、なんかすごくこのトゥモローランドっていう世界にガーって何万人もが引き込まれるっていうのがすごく貴重な体験をさせていただきました。まさに夢の空間ですよね。本当そうですね。私もいつか行ってみたいなと思いながら、さあそれでは本日尾身さんが選んでいただいたプレイリストのテーマの発表をお願いいたします。はい、テーマはアウトドアな気分になれる曲たちです。あ、いいですね。これからの季節、はい、だんだん暖かくなってきて、うん、お外でね過ごすのもいい季節になってきます。うん、実際に尾身さん、キャンプやアウトドアスポーツっていうのはされるんですか、ご自身でも。願望あるんですけど、なかなか、はい、行動に移せてないですね。なんかキャンプしたいなとか、外行って休みの日何かしたいなとか、それこそ日曜日のお休みの日は何かどこかね、朝からとかお昼ぐらいから出かけて何かしたいなとかあるんですけど、なかなか実行に移せてないですね。はい。でもそうするとこう音楽を聴いて、ちょっとこうアウトドアな気分になるっていう、そういうことはありますか？ありますね。例えばそういう遠出しなくても、なんか、ゆっくりとした時間の中に、はい、でもちょっと外に出ていきたい時とか、うん、まあ僕結構散歩しに行ってわけじゃないんですけど、はい、何か出かける時にこう帰りはもう歩いて帰ってこようとか、なんかそういうの結構自分の休みの時には決めたりとかしてて、うん、休みだけどちょっと外に出た時に聴きたくなる、わかります、はい、曲っていうところでしたね。ちょっとした外の空気を感じながら聴きたい音楽ってありますよね。うん、とかあと一人じゃなくてこう休みの日に仲間と何か一緒にいる時、うん、こういう空間の時に聴きたくなるような曲というか、はい、はい、というところを選ばせていただきました。そんな曲、日曜日の午後の皆さんにもきっとフィットするんじゃないでしょうか。アウトドアな気分になれる曲たち、では早速ミュージックセレクトお願いします。まず1曲目は、はい、ジャスティン・ビーバーのピーチーズです。まあもちろん昨年
とかにもう世界的にヒットした曲で、いろんな人が耳にしたことあると思うんですけど、だからやっぱり僕も、まあ、ドライブじゃないですけど、出かける時とか何かこう外に出ていく時に聴きたくなる曲というか、歩いてる時にも聴きたくなるというか、なんかその気分を少し上げてくれる曲だなと思って選ばせていただきました。ちょっと心がワクワクっとするような曲ですよね、うん、そうですね。では聴いていただきましょう。曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。ジャスティン・ビーバーでピーチーズ。今もしかして車を運転しながらですとか、お外を散歩しながら聴いていただいている方も多いかもしれませんが、なんか心がワクワクっとして足取りが軽くなるような、そんな一曲選んでいただきました。ジャスティン・ビーバーピーチーズでした。オッチーオットミュージックシャンプー、ゲストは3代目 JSOUL BROTHERS のオミさんです。オミさんに選んでいただいたプレイリストのテーマ、今日はアウトドアな気分になれる曲たち、はい、ということなんですけれども、では早速いきましょうか。2曲目に選んでいただいたのは、うん、2曲目に選んだのはバッドホップのラストパーティーです。はい、まあ、昔から僕は彼らのすごく音楽も好きで聴いたりしてたんですけど、なんかすごくこのラストパーティーで、なんでしょうね、こう友情のことを歌った曲でもあると思いますし、なんかこう仲間と過ごしてる時間っていうものがすごくテーマであり、って考えた時に自分もこう友達と一緒にいる時だったりとか、その空間にこの曲聴くとすごくこう、エモくなると言いますか、はい、はい、っていう曲に、なんかすごいヒップホップのすごくミッドの曲で聴きやすさもありつつ、でもなんか部屋の中で何かしてるっていうよりかは、僕結構その暖かくなってくるとバーベキューを友達とよくみんなでしようって言って、毎年なんかこう春先とかにこうバーベキューしたりする時あるんですけど、なんかそういう時にやっぱ聴きたくなるなっていう感じがあって選ばせていただきました。なるほど、はい、早速聴いていきましょうか。曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。バッドホップでラストパーティー。聴いていて、あ、仲間とバーベキューしたい思ってきました思いますよねいいですよね、はい、これ聞きながらお肉ジュージューっていう、そんな時間の過ごし方もこれからの季節ぴったりかもしれません。さあ、では続いてプレイリスト3曲目に行きましょうか。おみさん、3曲目に選んでいただいたのは、はい、ポール・ジェームスの DOA です。よく歩いて散歩してる時とかに必ず自分のプレイリストに入ってて聞こえてくる曲で、はい、何かこう意識して特別聴くかというと、単純にこの都会的なビートだったりとか、なんかでも何でしょう、すごくオンにしすぎないというか、はい、なんかこう自分を活発的にすごくしてくれるかっていう、そこまでではなく程よい感じのビート感と、うん、っていうところがすごく自分が外に出て歩いてる時とかにちょうどよくて、うん、必ずこの自分が聴いてるプレイリストに流れてくるというか、自然と自分が選んでる一曲に入ってるっていう感じがあったので、すごくアウトドアな気分になりたい時の本当に BGM として自分の中に聴いてるっていう感じで選ばせていただきました。なるほど、では早速聴いていきましょうか。曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。ポール・ジェームスで DOA。 かっこいい都会的なビート、本当にお散歩する時にいい曲ですね、うんうん、そうですね。でお散歩しながら心もリリースしていくというような、そんな感じがしますけれども、アウトドアな気分になれる曲たちということで3曲選んでいただきました。オッチーオットミュージックシャンプー、3代目 JSOUL BROTHERS のオミさんにアウトドアな気分になれる曲たち、これをテーマにプレイリスト披露していただきました。で3曲聴かせていただいたんですけれども、はい、本当にちょっと暖かくなってきていい季節にドライブですとか、うん、お散歩ですとか、うん、バーベキューですとか、うん、ちょっと外に出て楽しい気分になる、そんな時にフィットするいい曲たちばかりでしたね。そうですね、うん、なんかあんまりこう自分もパーティーパーティーすぎないというか、うん、アウトドアって言ってもこうバーってバカ騒ぎするっていう感じよりかは、はい、どちらかというとゆったりとそのいい空間をいい音楽と過ごすっていう意味でのプレイリストは基本的にこういう感じになるなと思いながら選ばせていただきましたね。心地よさっていうのが大事かなと思います、はい、心地よさを本当に感じさせていただいて、はい、日曜日のお昼なんですけれども、うん、この休みの時間がより豊かになるような、そんな音楽たちだったなというふうに感じましたね、はい、ドライブ行きたくなりました、はい、さあ今日オミさんに選んでいただいた、セレクトしていただいた楽曲は Spotify の番組プレイリストにもアップされます。オチオットミュージックシャンプーと検索するか、番組ホームページからジャンプしてぜひ聴いてみてくださいね。
そして三代目 JSOUL BROTHERS はニューアルバムランドオブプロミスが発売中です。はい、そして4月3日からライブ音源が配信開始されているんですよね。はい、そうですね。はい、あの本当にライブのまんまですライブの音源がそのまま耳で聴けるっていう感じなので、はい、うん、すごくなんかファンの人たちのリアクションを見れてもこのライブ音源出してくれるの本当に嬉しいっていうのがたくさんあって、はい、まあ、自分もアーティストで、まあ、パフォーマンスをさせていただいたライブなんですけど、はい、それを映像だけじゃなくてもう耳でも聞いていただくっていうのはなんかすごくぜひしてもらいたいことでもあったので、はい、なんかファンの方も喜んでくれてるリアクションを見ると改めてこう配信してよかったなっていうふうに思ってます。これやっぱりファンの方のこう声ですとかも入ってるんですか？そうですね、歓声も入ってますし、あとやっぱりライブだとバンドアレンジになってたりとか、普段のこうリリースした音源とはちょっと違う、まあ、ボーカルもやっぱりライブなので違うテンションと違う歌い回しと、うん、はい、バンドアレンジだったりっていうところで普段の楽曲とはなかなかね聴けない感じもあったりするので、本当になんかこういうお休みの日とか何かアウトドアとかに聴いていただくとより気分が上がってくれるようなプレイリストになっているのかななんていうふうに思います。そうですよね、はい、ライブパフォーマンスって本当にこのその日限りのここに集まった人とそのアーティストさんのこの空間だけのっていう、はい、その宝物感がありますので、はい、ぜひぜひそちらも皆さん聴いてみてください。はい、ではここでニューアルバムランドオブプロミスからも一曲曲を聴かせていただきましょうか。はい、それでは聴いていただきたいと思います。三代目 JSOUL BROTHERS でこの宇宙の片隅で。さあ2週にわたってゲストには三代目 JSOUL BROTHERS の尾身さんをお迎えしました。はい、尾身さん2週間どうもありがとうございました。ありがとうございました。